はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価、お願いします。今回は東京都の、えー、コンサル業の正社員9年目36歳の方の給与明細です、えー。仕事内容は電力のコンサル事業、リース事業必要な、えー。必要な資格やスキルがコミュニケーション力の高い方で、勤務時間が1日8時間、残業月10時間以内。えー、収入が月収42万1000円で、 えー、コンサルをしたい方へのアドバイスとしては、主任給は手当を含め26万くらいでした。どの企業でも長く働き、実績を積み重ねれば、昇給昇進していくと思います。で、えー、給与で、えー、基礎給が34万750円、ライフプラン手当3万、議論手当8000、地域手当3万、通勤費ついて、総支給が42万1963円、そこから控除が引かれて、手取りが27万9600円。 90円となっています、えー、今回は電力コンサルをしている方の給与明細でした、まあえー、仕事の詳しい内容とか分かんないんですけど、えー、かなり東京都でも、えー、十分やっ,やっていけるような給与だと思いますえー、まあ基本給が高いんで、まあ、これに残業代とかつけば、えー、もっと上目指せるんで、まあ、残業が出る会社だったら えー、残業してもいいかなって思えるくらいの基本給でした今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします